に皆さん勝たせてるんですか。てか小野寺さんいいんですかこんなの。まあもうここはもう栄作に任せましょう。てか本当に一番大丈夫なのか聞きたいのは小笠原選手ですよ。てかまあその格好してる時点でやる気満々ですねもうね。いやいやいや、とんでもないことになってしまいました。これどういう位置づけなんですかこれは。まあとりあえずここはですね、前口君と栄作に任せましょうかこの場所。そうですね、はい。で我々はちょっとあのせっかくなんで小野寺さんをね解説に実況していきたいと思います。レフリーもいますし、これ前口選手復帰戦ということでよろしいですかね。復帰戦ですね、はい。さあ、どうやら本当にこの壇上で、ノックアウトのなんかボーナスマッチが始まってしまいそうな雰囲気。レフリーは普通に大丈夫ですか。顔真っ赤ですよ。目充血してますよ。日焼け、あ、なるほど、 LED 日焼けしますからね。さあほら、ジーマ飲んでます。いやいやいや、はい、よろしいでしょうか。さあ始まりました。おおおお、いや前口選手、小野田さん、やめ上がりとは思えないですね。骨折した、あおー、インミドル、インミドルですね。さあインロー打てていく前口、前インロー。まあね、スネガードを捨ててるとはいえ相当いいの入ってますねこれ。はい、いやボディワンツー入った。実はさっき小笠原選手の対戦調整中って前口選手ですかもしかして。違う、ああいい小笠原、ミロス選手ロー打っていく。前口選手は多分練習してないと思うんでボディが弱いです。若干ニコニコしながらレフリングしてますね。いやでもさすが始まると前口選手そして小笠原選手、絞り切れてないですかね、はい、となるとやっぱスタミナに問題があるか。あ、止まった、前口の、おお、いやいや、根性を出していく、連打、前口さんの連打、しかし的確なパンチで小笠原が対処していきます。いや、小笠原さん、やっぱその勝負感というものに関してやっぱさすが小笠原選手、はい、前口選手はもうとにかく前に手数、足数を出していくという、しかしそれをうまくいなしていく。疲れた、あーボディ、あーダウン。ノックアウト。前口選手が、誰がこんな企画を組んだのは。僕です。お、いや確かにすごいニコニコしながらさばいてましたけども、え、いやー黒幕は小林レフリーだったんですね。これごめんなさい。お、あ、すごい。